どうもイジです。今回はリクルートカードのメリット、デメリット参戦といったテーマでお話ししていきます。まずは今回の動画を総論を分かりやすく言うと、リクルートカードはオールマイティなクレジットカードです。なぜならリクルートカード決済のポイント還元率がほとんどの店舗やサービスに適用されるからです。そんなリクルートカードのメリット、デメリットを深掘りして徹底解説していきます。1つ目、リクルートカードのメリット参戦、ポイント還元率。結論から言うと、リクルートカードのポイント還元率は 1.2%です。例えば1万円のお買い物で120円分のリクルートポイントが貯まります。さらにリクルートカードのネットサービス利用で 1.2% プラスアルファのポイントを貯めることもできます。4つに分けて紹介します。1つ目、ポンパレモールで 4.2% 還元。ポンパレモールは食品や日用品など多岐にわたって掲載されている通販サイトです。 4.2% の詳細はリクルートカードで 1.2%、 ポンパレモールで 3.0% です。さらに最大 20% 還元の商品も掲載しています。つまり最大 20% 還元の商品に加えてカード決済で 1.2% 還元です。この2つをまとめると驚愕の 21.2% 還元を実現できるということです。リクルートカードでネットショッピングする方はこちらがおすすめです。2つ目、じゃらんネットで 3.2% 還元。じゃらんネットは国内宿泊予約サイトです。 3.2% の内訳はリクルートカードで 1.2%、 じゃらんネットで 2.0% です。さらに最大 10% 還元がつくプランもあります。つまりまとめると 10% プランに加えてカード決済で 1.2% 還元なので、合計で 11.2% 還元ができるということになります。リクルートカードを使って旅行をする方はぜひ一度サイトを訪問することをお勧めします。3つ目、ホットペッパービューティーで 3.2% 還元。ホットペッパービューティーはヘアサロンやネイルサロン、エステサロンなどを予約できるサイトです。 3.2% の内訳はリクルートカードで 1.2%、 ホットペッパービューティーで 2.0% です。使うコツとして予約時にクーポンを利用してネット予約してください。施術後はリクルートカードで支払いをするようにしましょう。4つ目、ホットペッパーグルメで 1.2% 還元プラスアルファ。ホットペッパーグルメはグルメ予約サイトです。ネット予約、来店で予約人数 ×50 ポイントが貯まります。さらにお店での支払いをリクルートカードで決済すれば支払い金額の 1.2% がポイント還元されます。例えば予約を10人にして来店するだけで人数 ×50 ポイントがもらえます。10人いればそれだけで500ポイントがつきます。さらに会計が5万円の場合、リクルートカード決済で600円相当のポイントがもらえます。つまりですね、10人で5万円の会計で合計で1100円分のポイントを貯めることができるということです。貯めたリクルートポイントはポンタポイントに交換して使うようにしましょう。ポンタウェブに登録することで1リクルートポイントを1ポンタポイントに交換できます。おすすめのポンタポイントの使い道を5つ紹介すると、1つ目、ローソンで使う。2つ目、 auPAY 残高へチャージ、または au 料金の支払いに使う。3つ目、ゲオで店舗でレンタル、または宅配レンタルに使う。4つ目、D ポイントに交換する。5つ目、JAL マイルに交換する。JAL マイルは1ポイント 0.5 マイルになります。それ以外はどれも1ポイント1円なので、初心者にとって分かりやすい設計です。こちらに当てはまらない人は、リクルートサービスでリクルートポイントを消化するようにしましょう。先ほど紹介したポンパレモールやジャランネット、ホットペッパービューティー、ホットペッパーグルメで使うのが一番手っ取り早いですし、迷わずに済みます。他にも実店舗や公共料金の支払い、口実する電子マネーサービスで 1.2% 還元されます。この 1.2% という数字は他のどのカードも存在しません。通常クレジットカードは 0.5% が一般的ですが、この 1.2% という数字はとても大きいです。よってポイント還元率がメリットになります。以上、ポイント還元率についてご紹介いたしました。ここからが肝心です。続いてリクルートカードの最も力説すべき点をご紹介いたします。2つ目、2枚持ち。結論から言うとリクルートカードは2枚持ちできます。こちら3つに分けて紹介していきます。1つ目、国際ブランド。国際ブランドを選ぶパターンは3つあります。1つ目、1枚目はビザ、2枚目は JCB、 2つ目、1枚目はマスターカード、2枚目は JCB、 3つ目、1枚目は JCB、 2枚目はビザかマスターカードのどちらか。この3通りでリクルートカードを2枚持つことができます。1枚目はビザで、2枚目はマスターカード、または1枚目はマスターカードで2枚目はビザの発行ができません。なぜならこの2枚は発行会社が同じ三菱 UFJ ニコスだからです。 JCB は JCB 社が発行しています。このことから3枚持ちはできません。つまり発行会社ごとに1枚ずつリク
クルートカードを発行できるということです。2つ目、電子マネーチャージが2倍。リクルートカードを1枚持ちの場合、毎月のチャージ額は3万円分までのポイントがもらえます。しかし2枚持ちすれば3万円プラス3万円なので、合計月6万円分までが加算してポイントがもらえます。つまり電子マネーチャージが2倍になるということです。3万円チャージで還元率は 1.2% 還元なので360円相当のポイント、2枚で最大月720円相当のポイントがもらえます。年換算で8640円相当ですね。注意点は2つです。1つ目、チャージは提携サービスによって異なる。分かりやすく言うと、国際ブランドごとにチャージできるサービスが違います。例えば JCB ならモバイルスイカやクイックペイにチャージできますが、楽天エディにはチャージできません。一方でビザとマスターカードはモバイルスイカと楽天エディにチャージできますが、クイックペイにはチャージできません。2つ目、合計金額。対象はそれぞれの電子マネーの合計金額ではなく、すべての電子マネーの合算金額です。例えば JCB のリクルートカードを例にすると、モバイルスイカは1万円、クイックペイは2万円までの金額です。これがこうなったりすると、これ以上のチャージは還元されません。3つ目、貯まるポイント。同じリクルート ID で申し込み発行すればポイントは合算して貯まります。わざわざ2つのアカウントを作成する必要はありません。つまり面倒なことはせずに自動的にポイントを合算してくれるので、とても便利です。よって2枚持ちのメリットを3つにまとめると、1つ目、国際ブランドの選択は3パターン。2つ目、電子マネーチャージが2倍になる。3つ目、貯まるポイントは自動で合算です。3つ目、その他。こちらでは簡単にメリットを6つ挙げます。1つ目、ポイント40ドル。キャッシュを活用してポイント40ドルできます。こちらはまた違う動画でお話しいたします。2つ目、年会費が無料。条件など一切なく永年無料です。3つ目、付帯保険の充実。旅行損害保険とショッピング保険はこうなっています。年会費無料のカードとしては十分な保険内容です。4つ目、ポイント有効期限がポイントを貯めるごとに1年間延長。つまりリクルートカードを少しでも使い続けていれば、有効期限が実質無期限になります。5つ目、 ETC カードが無料。こちらは JCB を選択した場合に限ります。ビザとマスターカードを選択した場合は年会費1000円税抜き発生するので注意してください。6つ目、家族カード。家族カードはビザ、マスターカードで最大19枚、 JCB は8枚まで発行できます。以上のことからリクルートカードのメリットを一言でまとめると、オールマイティなクレジットカードであることがわかります。なぜなら年会費永年無料で、常に還元率が 1.2% で2枚持ちできるからです。そんなリクルートカードはデメリットが存在するのでしょうか。次の章で解説していきます。2つ目、リクルートカードのデメリット参戦。ポイントの使い道。結論から言うと、リクルートポイントの使い道が限られるのがデメリットです。メリット1で紹介した4つの提携サービスなど、リクルート運営のサービスに限ります。よってポイントの使い道が少ないといったところがデメリットになります。対策としては、ポンタポイントに交換することでポイントの使い道が一気に広がります。2つ目、優待特典。結論から言うと、リクルートカードは優待特典がほぼありません。リクルートカードは加盟店決済で割引するという特典がありません。しかし各国際ブランドが提供している優待特典があります。ですが、そんなに特典のボリュームがあるとは思いません。よって優待がゼロに近いところがデメリットになります。この背景にはポイント還元率があります。基本的にどの店舗でも、電子マネーチャージでも、公共料金支払いでも、ポイント還元率が 1.2% なのは優待特典がほぼないからだと言っても過言ではありません。つまり優待特典がない分、ポイント還元率が 1.2% アップしているといったところですね。3つ目、サービスの停止。結論から言うと、サービスとの連携が解約したり、カードの受付停止があります。2つに分けて解説します。1つ目、7個へのチャージがポイント対象外。7個では2020年3月12日からリクルートカードの新規登録ができません。以前の還元率を2つに分けると、1つ目、リクルートカードは7個に 1.2% 還元でチャージ。2つ目、7個支払いで 0.5% 還元、合計で 1.7% 還元です。それがですね、2020年3月12日以降、7個へのクレジットカードの新規登録ができないように設定されました。つまり解約されたということですね。2つ目、リクルートカードプラス。リクルートカードプラスを分かりやすく言うと、リクルートカードの上位互換カードです。還元率は 2% を実現しています。ただしこのカードは2016年3月15日に新規の受付を終了しています。このデメリットを読み解くと、メリット1で解説した 1.2% 還元が 1% に解約されたり、条件が変わったりする可能性もあります。現にレックスカードが 1.25% が 1% になっているので、いつ還元率が解約されるか確保しておく必要があります。まとめ、リクルートカードは万能カードです。
なぜなら年会費永年無料、2枚持ちできる、さらに 1.2% の交換減率を実現したカードです。リクルートカードは新規入会プラスカード利用で最大6000円分のポイントプレゼントキャンペーンを実施しています。条件はこの3つでそこまで厳しくありません。この機会を機に1枚とは言わず2枚発行してみてはいかがでしょうか。またリクルートカードの基本カードスペックを載せておきます。一時停止して参考にしてみてください。以上、リクルートカードのメリット、デメリット参戦といったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私ゆうちは Twitter、Instagram もやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。